ハビエル・クレメンテ・ラサロは、スペイン・ビスカヤ県、バラカルド出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは FW であった。アスレティック・ビルバーを率いて、1982から83、1983から84、シーズンとリーガー・エスパニョーラに連覇を果たした。この2シーズンと RC ・ディ・エスパニョールを率いていた1986から87、 シーズンにドンバロンアワードのリーグ最優秀監督に選ばれた。1992年から1998年まではスペイン代表の指揮を取り、94年のアメリカ W 杯、96年の UEFA 欧州選手権1996、98年のフランス W 杯に出場している。在任中には31戦無敗の記録を打ち立てた。 1996年のアトランタ五輪も指揮した。英国の影響が強いビルバオで育ったということも、あってか、フィジカルの強さと、闘志ふれる選手を好む傾向か見られた。また、相手に合わせて、戦術や先発メンバーを変えてくる傾向も見られ、名選手だったフェルナンド・イエロやジョセップ・グアルディオラが、ベンチスタートということも珍しくなかった。 アメリカ W 杯ではベスト8に進出し、イタリアとの対戦でも優勢に試合を進めていたが、1から1の同点の場面で、フリオ・サリナスが GK との1対1という決定的な局面でシュートを阻まれたことに加え、ペナルティエリア内、マウロ・タソッティが試合終了間際に犯した、ルイス・エンリケの花への肘打ちが、レフェリーの視覚で見逃される不運もあって、PK という絶好の同点のチャンスとはならず、 一から二と赤配。この大会でも明らかになったテントリアの人材不足がこの後にも重くのしかかることになる。96年の欧州選手権ではフランス、ルーマニア、ブルガリアが同居する市のグループを一生に分けでしぶとく突破し、準々決勝では地元のイングランドと対戦。サッカーの母国相手に互角の試合展開となったが、 フリオ・サリナスのゴールがオフサイドと判定されて結局、スコアレスドローのまま PK 戦にも連れ込み、2から4で敗れた。その後上記にもある31戦無敗記録を打ち立てた。その中には、欧州選手権準優勝のチェコ、実力国のユーゴスラビアとの W 杯予選の対戦成績も含まれており、下馬評でスペインをフランス W 杯の優勝候補の一角に挙げる。 大きな要因となった。メンバーも、イエロや、ルイス・エンリケといった、就任当時から主力として活躍してきたメンバーの多くが、成熟期を迎え、課題だった FW にも、ラウル・ゴンサレスやフェルナンド・モリエンテスといった、息のいい若手が対等し、選手層でも、充実の時を迎えていた。フランス W 杯では、ナイジェリア、パラグアイ、ブルガリアと同居し、またも、 市のグループに組み入れられることになった。初戦のナイジェリア戦に、クレメンテは身体能力の高いナイジェリアの選手たちに負けない6人の屈強な守備的なプレイヤーを先発させるという策を取る。しかしこの策は結果的に攻め合いに強い相手を調子つかせることとなってしまい、試合も後半早々に2から1と勝ち越しながらも、その後2点を奪われ、逆転負けを喫してしまった。 ドローすら許されない次のパラグアイ戦では一転して攻撃色の強いメンバーを並べほぼ一方的に攻め込んだが GK ホセルイスチラベルトを軸としたパラグアイの剣手を崩せず結局0から0のドローモチベーションの落ちていたブルガリア相手の最終戦では6得点の猛攻で圧勝したが2位のパラグアイに勝ち点1及ばずグループリーグ敗退クレメンテは 続投したが1998年9月5日に行われたユーロ2000地区予選第1戦のキープロス戦でまさかの敗北を喫し代表監督を解任された。2005から06シーズン途中からアスレティックビルバオの指揮を取った。2006年1月対戦相手の江藤の唾吐き行為に対して唾を吐くのは木から降りてきた人たちだとコメントし人種差別的だとして 物議を醸した。同年夏には直前のドイツ W 杯で惨敗したセルビア代表監督に就任した。2007年9月、自転車を自宅のガレージに入れようとした際に肋骨4本の骨折と肺の損傷という大怪我を負った。UEFA 欧州選手権2008の本選出場を逃したため2007年に解任された。 2008年にはイラン代表監督に就くことが報道されたが、直前で話は流れた。2010年4月6日、広角圏の19位に沈んでいた、レアル・バリアドリード監督に就任すると、その後の5試合を2勝2分いっぱいで乗り切り、広角圏外の16位で最終節を迎えた。しかし、最終節の FC、バルセロナ戦には0の4で大敗し、 プリメーラディビシオン残留はならなかった。ありがとうございます。